私は地域医療部に所属していて、診療看護師として、訪問診療と訪問看護に従事しております。私が診療看護師を目指そうと思ったのは、日々、疾患を持った方が、在宅で暮らされていて、特に寝たきりの方とか、早期にとにかく発見をして、早期に対応すると入院しないで好きな大好きなお家で過ごせるっていうところが分かっていましたので、そのためにも私の方で勉強させていただいて、しっかりとしたアセスメントをして、薬とかを使えるようになってますので、そちらで対応できたらなという思いで頑張りました。笑顔というか、患者様やその家族の方が家でもう治ったとか、そういう笑顔を見ると、あ、よかったなっていう思いにはつながります。地域の方たちと皆さんにこの診療看護師という看護師が活動できて、皆様にお役に立てればいいなという思いはあります。